皆さんこんにちは。日本共産党参議院議員の山添拓です。第二次補正予算案の審議で質問をいたしました。コロナ対策ですので、医療の問題、また文化芸術の問題、取り上げましたけれども、今そうしてコロナ禍で多くの方が苦しんで、中小業者、個人事業主、フリーランスの方も含めて命の綱となっているのが持続化給付金です。その問題をめぐって委託費の不透明さが大問題になっている、これを取り上げました。もうすでにいろんなところで報じられてもおりますが、経産省中小企業庁から委託をされたサービスデザイン推進協議会、これ実態も実績も不透明な法人です。そこからその多くが電通に丸投げをされ、電通の子会社にも多くが外注をされて、電通グループでかなりの利益を上げているのではないかと、こういうことが問題になっています。中小企業庁の前田長官と、元電通社員で協議会の業務執行理事である平川さん、この2人は週刊誌で前田ハウス、テキサスで毎晩パーティーをしていた中でもあると、こういうことが報じられておりますが、この2人がですね、関与してさまざまな事業で電通に対して発注がされ、お金が流れていたのではないかと、こういう疑惑を追及しました。始まりは2009年まで遡ると、推測されます。家電エコポイント制度、ご記憶の方もいらっしゃると思いますが、この時からですね、経産省、前田さんと電通の平川さん、この関係が始まっていたのではないかと。前田さんはですね、当時このエコポイント事業を担当する、経産省の課長をしていたんですけれども、課長をしていて、平川氏と取りやり合ってるんですけども、そのことをなかなか認めようとしませんでした。認めなかったけれども、担当の課の課長であるということは認めておりますし、また当時、この電通に関わって導入したシステムについて、ある場所で講演をしている、この事実もお認めになったと。ですから当時ですね、前田さんと平川さんとか全く面識ないというのはちょっと考え難いことではないかと。でそれが今につながる、脈々とつながるですね、この2人の、そして経産省と電通との癒着関係の始まりになっているんじゃないかと思われます。特に2016年にはサービスデザイン推進協議会が作られて、ここから14件次々と業務を受注して、合計1500億円以上お金が流れているとされています。でこの関係というのは単に経産省と電通だけの問題ではないのではないかと、それが3点目に指摘をした点です。電通から政府自民党、あるいは政府自民党から電通、こういう関係が指摘をされるだろうと。まず電通は自民党の、支部、安倍さんが代表を務めている支部に献金をしている。それから自民党本体の、政治資金団体にも、献金をしている。そして政府の方は政府の広報費として電通にお金を払って委託をしている。さらには持続化給付金のような委託事業も行って、なんというかお金がですね、こうぐるぐる回っているのではないかと、こういう疑惑です。私たちお金が回ってると思ったもんですから、自民党、政府、これも両者一体ですので、ここに実はグレーの線があったんですけども、この線は誤解を招くから隠してくれと理事会で言われまして、急遽紙を貼って対応しました。政府と自民党が一体だというのは、与党ですから当たり前なんですけど、それすら隠してですね、電通との不透明な関係を明らかにされるのを恐れる姿勢が見て取れました。総理やあるいは議場にいた自民党議員も、これ勘繰りすぎなんだと、いうようなやじを飛ばしたりしておりましたけども、しかしですね、こうして異常とも言える関係が続いている、そのことに対して何らの説明もされていないと思います。特に今コロナによって苦難にあえいでいる業者に対して、新たに作った給付金が、その一部が事業者によって、特定の事業者によって山分けされているのだとすれば、これは許すことができない問題だと思います。徹底解明を求めて引き続き頑張りたいと思います。国会中継もぜひご覧ください。